遠州岩水寺駅は、静岡県浜松市浜北区大路にある、遠州鉄道鉄道線の駅。駅番号は17。表示や、車内放送では、岩水寺駅と案内されているが、天竜浜名古線の岩水寺駅とは別の駅である。高野山別格本山でもある岩水寺の最寄り駅として開業。また岩水寺にて、鉄道安全乗客守護も祈願された。 隣の延州芝本駅が改良されるまではこの駅で列車交換が行われていた。第二次世界大戦前から1960年代頃まで根形地区で採掘された石灰石とその製品の積み出し駅となっていた。2002年にはログハウス町の駅舎が国土交通省中部運輸局主催の第四回中部の駅百選に認定された。 2012年7月11日より、スロープの設置やホームかさ上げなどの改良工事と、東口の設置工事が行われ、10月17日に、東口が供用開始された。これに合わせて、浜松市により東口ロータリーの整備が行われた。ホーム島式ホーム1面2線の地上駅、無人駅。2019年度の乗車人員は15万281人。 校舎人員は15万1116人であり、乗車、校舎ともに、同線の全18駅の中で最も少ない。1980年度以降の乗車人員を呼び、校舎人員は次の表の通りである。駅前、ありがとうございます。